郎くん、何を真剣に見てるんですか？あと、ちょっと寒いです。ああ、冬月さんごめんなさい。つい夢中になって。猫。俺、猫が好きなんですけど、テンション上がると氷が出ちゃうから触れないんですよ。猫動画見て和んでたんです。あの、うちにも猫いるんです。え、あ、顔、うん、はあ、いいよな、本物触ってみたい、うん、氷室くん、よかったらどうぞ。ヒゲです。ヒゲ？うちの猫のヒゲが時々床に落ちていまして、一本一本拾い集めていたものです。本物の猫触れないなら、せめて本物のヒゲだけでもと。冬月さん、それに猫のヒゲってお守りになるみたいなんです。氷室くんに良いことありますようにって。なんか男の人にお守り渡すのってちょっと照れますね。じゃあ、かわいすぎやろ。冬月さんが俺の幸せを祈って、ヒゲのご利益ありすぎやん。猫のヒゲ最高。猫のヒゲにあんなに夢中。脅威な猫好きだな。